ベンジ版ダイガーファンディング<ぜ>僕らは全員勝つしかない勝つたらお金借りて大学行くんですか<ー>実は全部嘘みたいなその方が納得はしますね敵を作るような言葉書かないですよ普通虎にとってはただの時間の無駄なんですよあ,<の>あなたが思い描く未来の姿は東大理産以外を貸す自白自習,自習で三十代で理産に行けることを証明したい出す気ないんですか<あ>お前にはおかしいなお前じゃあもうゼロで帰ります帰れや早く帰れボケ 一対六で僕のせい若者を潰して楽しいかやかましい若者,若者を潰してつ面白いからではどうぞ失礼します今宵志願者の椅子に座るのは 世間を賑わせたあの男リベンジ版タイガーファンディングに挑むその理由とはまずご経歴をどうぞ本田祐介31歳住まいは日本です最終学歴は立命館大学大学院を中退です今回の希望金額と志願目的を教えてください希望金額100万円リベンジでお願いしますあなたが思い描く未来の姿は ユースケ本田と設立し、お金ち、名誉を得たいです。では、オールオアナッシング、あの日の借りを返してみろ。ゲットやリベンジ、今回リベンジ版ということで。そうですね。はい、はい、以前は受験生版に出て、だいぶバズられましたが。あれ10月の頭ぐらいですかね。そうですね。そうですね。はい、そこから1ヶ月半ぐらい経ってますけれども。はい、あの日から。 えー、今日までどんな感じで過ごしてこられたかちょっとお聞かせいただけますか受験生版タイガーファンティングの方に出ましたでまあかなりの影響があってですね例えば TikTok 等でり抜きがあったりとかものまね、あ、芸人がものまねしたりとかまあいろいろ反響がありました受験生版タイガーファンティングとして <laughs>、まあ、失敗したえっと途中退室になったでやっぱりこう 本編で結果残したいオール勝ち取りたいということで今回リベンジ版に出させてもらうことになりましたそんな中でこうもう事業プランでプレゼンしようと思ったみたいなのは何かきっかけがあるんですかその事業内容を紙に書いてあるとたいう思いがあってそういう政党を立ち上げて国会議員になるというふうに考えています。 プレゼン内容の方に入ってきましたけど、はい、ちょっとじゃあ。あ早速行ってみますか。じゃ、それでは、あなたの経歴をお聞かせください。学歴の方は。立命館大学に入学して、あ、参籠して、医学を目指せしました。で、いけませんでした。で、立命館大学行きました。で、立命館大学院行きました。で、エーの研究をしました。で、えっ、ー、と、エーの研究をして、あの、会社員になろうと思ったものの。就職活動とか、インターンシップ等で、ちょっと違うなと。 個人で稼ぐ道に行こうと思って個人事業主としての方に行きましたその一環としてホストをやったりしましたっていう中ですでは今回の志願内容について簡単に教えてください、はい、主に2つありましてまず政治活動えっ、ー、と悠介本田統一説ですし国を変えたいということが1点でもう1つに自分のために、まあ、まあお金を稼ぎたいと。 ということで、えー、語学語学語学学習塾と I T の学習塾を経営したいというのが二点、えー、主な二点二点です。生徒を作りたいっていうのと学習塾を経営したいっていうの二つあるんですか今回は。そうですね。はい。おおなるほど。あんまりないパターンなんですけど。ないんですか。はい。はい。はい、どっちでいきますとかないですか。はい、いやでもどっちもやりたいんで、はい、のお金を お金を稼ぐっていう意味もありますし、そのお金を稼ぐんじゃなくて政治活動をして国を変たいっていうのも二つあるんで、二つやるんですけどどうするんですかいやいいと思います。いいすじゃはい。二そうですね。まあとりあえず始めてみましょうか。<ー>どっちに食いついてくれるかわからないのでドがは,は,はい。はい、まあ私子供用に似てるんですけど、子供が小学生とか幼稚園の年齢で、はい、学校で子供をいじめて楽しいかって先生とかに言うぐらい。 あの本田さんって知名度爆上がりなんですよ。あ、そうなんですか。で。この動画、まあ、ね、受験生版出られた。前と後で、どう具体的に生活変わったとかありますか。そうですね。やっぱり一番声かけられるっていうのが一番じゃないですか。声かけられて。まあ、写真いいですかっていうふうな、のが一番。どこ行っても、日本全国どこ行っても。例えば。まあ、東京じゃなくて、僕の地元の三重県とか。で。声かけられて。とか目撃情報。が、その。 どこどこのブックオフにいましたよねっていうツイッターが来てええー、みたいないそれは嬉しいんですかご本人さんで嬉しいですかねうしいですけどちょっと怖いっていうまああるんですけどでもプラスもあればマイナスもあるデメリットもあればメリットもあるっていう考えですなんかこう YouTube で僕は拝見しててなんかまるでスターに今日はいるかのような感覚なんですけど、はい、実物男前のほうが10月、まあ、一緒の回出た時ははい。 東大理産に行きたいと言ってたわけじゃないですか、はい、で理産以外クソだと、はい、こう名言を残し、はい、もう SNS 上は本当に理産がクソなのかというね、はい、こ,ううことでもう燃えに燃えたわけじゃないですか、はい、でそれ1ヶ月経って今度は祐介本田とになっちゃったんですか、はい、理産どこ行ったんですか、えー、理産はいつでも10年後でも20年後でも受けれるじゃないですか年齢制限になるじゃないですか <laughs> だからまずお金を稼ぐで国を変えるでそこから引退してリタイアした後に理産を受けるっていうのもあるじゃないですか 年齢制限はないわけじゃないですか、実際にあ。面接をなくそうとしてます、ね、もしかして。まあ、面接をなくすことも、<laughs> あの、だから、<laughs> 面接という仕組みを変えることもできるじゃないですか。まあ,ま,あまあ、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 ね、国を牛耳れる。ようになれば。はいね、東大理さんに面接なくせと。はい、俺が入るために。はい。まあ、でも、できるんで、やっぱり政治家っていうのは大事かなっていうのは。 政治るしるそういう意味じゃ休みじゃないですか <laughs>、まあそういうこともできますよねだからもう10月に行ってることと11月に行ってることはちゃうってことは、はい、こまた12月も変わるんちゃうかなってみんな思うでしょ普通いやだからそのやっぱり一貫してますよね <laughs> だからその人のために役に立ちたいっていうのは一貫しててお金自分がお金を稼ぐためじゃなくて例えば医師になって人のためになりたい政治家になって人のためになりたいっていうのはやっぱり一貫してるかなというのは <laughs> なるほど、はい、人のためにやりたかったんでしたっけそうです あ、そう。お金稼ぎ、自分が百億とか一兆円稼ぐ。で、なんか目的じゃなくて、そのために役に立つのが。僕の人生の目的なんで。そうだったかな。あれそうだったんですよ。そうそう、それはその。あの、漢字が。漢字が。あ、そう、そう、そう。ちょっと。でも、お金、地位、名誉って書いてありますよ。まとりあえず、やっぱりお金がないと何もできないんで、例えば、その選挙活動にしても、お金がいる。で、お金追ってても、幸せになれないと思ってるんで。で、その、例えば、政治家で国を変えて。っていう、まあ、大事だと思うんで。 え、なんでそんなエクシア株式会社代表宮本セナ業界初の低額制、短さと高い効果を兼ね備えたホワイトニングをフランチャイズ展開店舗数は日本一スタッフ一人一人と向き合いブランド化する育成論で他を圧倒するホワイトニング歌謡牛舌の令和の女帝参戦志願者の秘めたる思いを引き出し輝きに目を光らせる何でそんな風に思うんんですかそんなにジジイになんか思い入れがあるんですか 怒りがあるんですか。そのあたりが聞きたいなと思って。政治家ってジジイだらけじゃないですか。ババアもいないじゃないですか。日本って <laughs> 日本の政治家ってジジダクソジジイだらけじゃないですか。っていうのはその、まあ、言い方悪いするとクソジジダラキ。まあどうせクソメガネがいるぐらいはその <laughs> 正直女性も少ないジジイだらけっていうのは正直なところで、そこは日本の悪いところ。日本のあの例えば北欧行ったら女性の主張が当たり前。 なんでやっぱりこうクソじじいだらけの政治家政治を変えたいっていうのは本心なんで生まれてきたからにこそ何か人のために役に立ったり何を変えたいみたいなで日本人に生まれてきたからこそ日本のために日本を良くしたいっていうのがやっぱり僕の考えですね大谷翔平さん一郎さんはやっぱりスタースターですけどスターは海外に行くじゃなくて逆にスターを日本に呼び込むっていうのはやっぱり僕は考えてますねキャラ変えてきますねいや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 もともとそういう系ですか。<laughs> そんなこと言ってなかったけどね、<う>前の撮影とか。あ、進化しました。<laughs> あの、しました。一か <laughs> 月で進化しました。なるほど。<laughs> はい。自分見つめ直して。<の>はい。茶番にしか過ぎないから、さあ、もう、なんか。その政治家としての話はも聞く気にならなくて。え、いじこさん。あの、例えば、大河ファンディングの出演経緯とかも。はい はい、まあ僕のことを調べてください。僕のことを知らない人からお金はいりませんとか、はい、投資のリターンも逆に何かしてほしいことありますかって、僕的にはこれボケに見て見えるんですよ。まあ怒りは感じないですよもはや。はい、だからこうなんかバズって受けて、なんかみんなから承認されて気持ちよくなって、はい、それに乗っかっちゃってる人にしか見えなくて、でそれでユースケ本多とも受けるかなみたいな感じで、はい、い,やいやいやいや、マジックマジックについてあんま合理的なと思わないですね。まあ確かにその尖ってるっていうのは重々承知です承知ですけども。 僕本心で政治家になって政治あの日本を変えたいっていうのは本心なんです。出落ちじゃないんですか。はい。出落ちなのかと思いました。ええ、その年内には解散しないらしいですけど、まあ年年明け解散するらしいんで、まあ機会があれば狙ってますけど。<laughs> 何を解散するか。<laughs> <laughs> 何解散するか絶対分かってないです。<laughs> な何が。あ、衆議院衆解散。ですね。はい、あ、解散するから、はい、お金とそのチャンスがあればその。 ああ、いきますけど、選挙をするためのお金もいりますし、そういうところで手助けを。お願いしたいと思って、今いる、います。政治関係、ね、林さんうるさ、ね、上田さん、どうですか。小選挙区で出ます。比例で出ます。そこ、ちょっといろいろアドバイスいただきたいですよね。正直、正直, <laughs> 正直、正直、正直なところ、あまり詳しくないです。正直なところ。うん よく、ね、政治家さんが選挙出られるときに公約ってされるじゃないですか、はいはい、で選挙よかったらその公約守ってないよみたいなのをよくまあ、はい、ツイッターとかね「はい、ですかでみんなが言ってるじゃないですか、はい、そういう約束したことを保護にする方の発言見てどう思われますかな、はい、なんじゃないですかで逆に聞きますけどよくなんかポストを拝見させてもらってるんですよフォローさせていただいて、はいまあ、そこの中で今までよくやってもらった方の悪口を書く方って、はい 例えばこう経営者しかり政治家さんしかり、はい、そういう方って人気出るのかなって炎上とはまた別別の人気ですよ。ああなるほど。はい。まあう確かに SNS には書くのはまあよろしくないとわかります。ただそこを泣き寝入りボ暴力されて泣き寝入りするのかっていう話です。うん、やっぱりそこはあの日本の方に触れたことをされた以上はやっぱりその罪を補っていただくのが普通じゃないですか。 まあその普通というのは人によって価値観が違うんでああまあそれはいいんですけど、はい、こうあまりこう人の悪口とかを書さない方が僕はいいのかなと思っちゃうんですよね。もちろん、まあ、でもよく書かれていらっしゃるじゃないですか。まあ、特定の人物は書いてますけど,でど,ど,ど何がいいですかなんであのそういう方が政治家になれるのかな果たして経営者になれるのかなというところで、はい、今現在見たいのは、はい、本田さんの人格というか、はいまあ、今日初めましてって感じなんで、はい、もっと本田さんのことを知りたいんですよ。なるほど 日本人同士もたい、意見が食い違うことってあるじゃないですか。だから意見の食い違いは普通なのかなっていうの思いますけど。はい。はい。はい。<laughs> じゃあ、<laughs> あ<の>意見の食い違ってる僕からお伺いしますが。はい。はい、なんでブロックされてるんですか。あ、まあ、意見食い違うからじゃないですか。ブロックされてる。それ、ブロックされてるんですか。ですか <laughs> や、林さんは。そうな。あの、聞いた話だと。あの、家貸しますと。 同伴しますという話を聞いたんですよ。そのティックトックかどう動画,動画聞いたんですよ。あれ、林さん話が違うなって僕なったんですよ。でラインも返ってこない。まあ信用がやっぱり、お金持ちだけど信用がちょっと、僕、僕の中では。なくなっちゃったわけですよ。正直。それはあくまであれじゃないんですか。どっこいさんのお店で、あなたが頑張りますっていうことがあったんで。はい、頑張ってくれるんやったら、じゃあ同伴もしてあげるよ。 頑張るんやったら都内に家賃払ってあげるよって僕はそういう認識やったんですよ。ただ,だ,だやめられていらっしゃった中で X でそういうツ追及されてたのでそれこそさっき聞きたかったところでもあるんですけどどう,どうですかその本心は？のコメントいや例えば一円も出す気がないのにいるならもうご退場していただいても大丈夫です。 ユウスケ・ホンダ島を立ち上げるため再戦へ挑む志願者、ホンダリベンジを狙う戦いカイソウソウ、ハを挑発するこの挑戦、一体どう転がるこんな全方位的に鼻から喧嘩売って大丈夫ですか大丈夫大丈夫ハヤシさんにそんなこと言えたの キングが初めてですねだからジ自衛も出す気がないなら話す気が僕と話す会話する気がないならご退場していただいても大丈夫ですいくらあのお金持ちだとも正直関係はよろしくないです今ご退場していただいても大丈夫ですなんでそもそも家を貸してくれるってなったんですかわからないですでも普通はい。うん、やってもらうだけじゃないですかそれだったら行っちゃえば同伴もしてくれて、はい、家も貸してあげて、はい、で逆にその時に自分は廃社長になんかこう 変えそうと思った、何かを変えそう、どういうこと、こうやってあげようかな、みたいなふうに思いました。いい印象か悪い印象か、わかんないですけど、知名度が上がりました。それに乗っかりたいだけ、という声もあるんで、そのパターンかな、というのも思いました。その声っていうのは、何なんですか、誰が言ってるんですか。では、その令和の、ええ、事件性版タイガーファンティングの。裏、裏、裏話でしたっけ。岩井さん。楽屋トークかな楽屋トーク。うん、で、林さんが。僕を守りに来た体制が。 うまくあやかろうとしているというのも、まあ、事実じゃないですかそれはちょっと自意識解除ちゃいますちょっとまあまあ早いさんの意見は後ほど聞かせてもらうんですけど本人から聞きたいですねまあ今度もあなたと会話するのをちょっとまだね控えていらっしゃるんでいわばトラでも二パターンいるじゃないですか志願者に寄り添ってくださる早いさんみたいな存在と、はい、僕とか青ちゃんとか細井先生みたいに、はい、あ攻撃的なトラっていうのがいてる中で、はい、やっぱりこうあなたが攻撃ばっかりされていると、はい、みんなに まあ嫌な奴と思われてしまう可能性もあるじゃないですかその救いの手を差し伸べてくれたんじゃないのかなって僕は勝手にそういう風うに思ってたのでそ,のそ,のその東京に来たんですよ林社長を信じて東京に来ましたでも家貸してくれるという話まあ,何あの l ラインも返ってこないあれお金持ちだけど僕信用ないわけです僕たちは話が違いますよねっていう話なですどこまでガチで話してるんですか今あの 受け狙いなんですか？いや受け狙いです、ね。キングがバズった時に乗っかってきたメリットをまあ与えてるからそれに対するお返しは当然やとキングは思ってるあそうですね。だから要はあの炎上界の後に近づいてきた人ははいみんなそれにあやかろうとしてるって思っ、まあ、まあその場にいた俺らはさ関係ないじゃんだって、ね、あれが起きるかどうかは誰もわからんしまあだから炎上なりバズりましたそれにあやかろうっていうそういう面には見え見えますよね。だから,だから YouTube コラボしよう。 で後から来る人たち、ね、そうですねだから本田祐介を利用すれば再生回数が上がるっていうのは、まあ、普通一般的に考考ええられる考えですよね実際ねどっこいさんとかは別にバズってもないのにひたすらもうずっと本田祐介をいじり倒してたわけやもんな。断りましたでどっこい翔平が怒りましたで7月末でクビにしました10月に令和の虎受験生版タイガーファンディングでバズりましたまたなんかどっこい翔平が近寄ってきて僕を利用しようっていうのはどっこい翔平の手口ですね。 というののは僕,は僕の認識ですただそのチャンネルがあったのと受験生版があったことによって今の人気を得てるっていうのは事実ですよねそこは分かっていらっしゃいますよねあの後もしも誰も取り上げなかったとしたら、はい、あの受験生版で「祝いしたい」と言い合った若い方っていうので終わってる可能性もあるじゃないですかで他にコロボ案件はやまねえよっにあったわけですよねどっこでしょうへんのおかげとそういうふうにされるのは僕としては非常に困るんですねなんで乗っかっかかたんですかじゃ いや僕がどっかの商標を利用したろうと思ってんす。 ちょっと虎の関係者の皆さんに株式会社イヤシープ代表林直弘学習塾で全国制覇年商100億円超えを実現次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤーシープフランチャイズチャンネルでさまざまな業態を支援積んだ金額は驚愕の2億円超え積む積む積む軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王今宵も聞けるかサービスですよちょっと虎の関係者の皆さんに画像をお送りしましたんでちょっとご確認いただけますか 例えば僕がこうだったでしょって言っても、きっとこうだったじゃないですかって言われちゃうと思うんで。まあ僕からはね、言っても言わなくても。でもこれが一応最新のラインの画像なんですけど。いかがでしょうか。ご確認いただけたでしょうか。あの。これで終わってるんですよ。そうですね。で、これが、その僕を。話と違う。利用された、えー。などなど言われちゃうんですね。だから僕としては結構。 え本田さんの力になりたいと皆さん厳しいんでね。で同伴してくれないじゃないかっていうのも初めての同伴は僕がしたいって言ってたんですけどだからこれは予定がつかないなと思って初めて出勤した日には伺ってえじゃんけんけけももししてシャンパンパ開けましたそれでなんか同伴してくれないじゃないかって言ってくれたり。 家借りてくれないじゃないかって言われてるというのを一応物証を皆さんにお送りしましまた <laughs> これで、ね、やっぱ言われちゃうんですけど僕は皆さんがすごい厳しかったんで僕はみんな厳しいのはどうなのと思ってできるだけのことをしようと思ったんですけどなかなかこう本田さんは難しいですね僕も仲良くなりたいし力になりたいんですけどなかなか、えー、見たでしょ LINE。 見せてこう言ったでしょって言うとなんた始まっちゃうから<ー> <laughs> 何を送ったのか知らないですいいんだけどね、はい、逆にご自身かから訂訂正正ありますないんです、まあ、もあの、まあ、僕らはその履歴を見ちゃってるんで、はい、多分僕らから実際こうだったよねって話になったら今始まっちゃうっていうのもあったし、はい、だから今多分なんだろうご自身の人間性を逆転できるチャンスっていうのはもう一回記憶掘り起こして「ああ記憶違いしてすいません」とか「ちょっと自分よく見せようと嘘ついてしましてごめんなさい」って,って今自分から言うこと以外ないですよ。 僕は本心思ったことしか言ってないで,<じ>で思ったことしか言ってないでウルプラインでどっこを翔平の言うことを聞きましたかどっこを翔平の言う通りにしましたかっていう内容があったのは事実です、うん、まあでもこれちょっと僕も見させていただく限りは、うん、本田君から断ってる感じだけどねこの家の件は。ように見えますけどね。うんうん 何を見てるか知らないですけど今どっこいさんを、うん、まあ一旦こうちょっと話の場から外すって、はい、そ外してでその後家どうですかタヤさんに行った時にいやそのどっこいさんとみんなでやってることなんだからそれ話まとまらないよだから今まだ借りれないよっていうのを案に言ったと思うんですけどそれに対してかかりまししたってて返信してるからそうです、ね、あとはやっぱり本田さんとやり取りしてしまうと一体言わないになっちゃうんで <laughs> 常にグループラインでやり取りしてたんですよ。 なので、そこに、どっこいさんと、えー、カメラマンの川原さんが入ってて、そこで、そのグループ LINE のグループを外したっていう意味なんです。あの、どっこいさんだけ外すんですよ。だから、どっこいさんの言ってることが嘘だって言うんですよね。だけど、そうなのかもしれないんですけど、じゃあ、ほら、どっこいさんとの LINE ってこう書いてるから、嘘ですよねみたいなのがあればいいんですよそういうのがないので信じられないんですよ。うん、僕はちゃんとやってるつもりなんですけど、ちゃんとやってないじゃないかと。利用するだけ利用したんじゃないか。 金持っってててても違ううじゃないかって言われてしまうんで僕は本田さんの力になりたいんだけどなかなかなれないっていうのがだから僕は皆さんがすごい厳しいことを言ってたからそれは僕は本田さんの味方になりたいと思ってたんだけど細井先生の言うとおり僕の見る目がなかったかなというふうになっちゃうよねこれだとね。 まあさ、お前ほんとさ、うん、渋谷ククリニック院長ドラゴン細い美容外科医としてあなたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りるまあさお前はホンそさ せっかく一発当てたわけじゃん。その世の中でも一発やって、たくさんいたい今まで。はい、あの芸人とかでも、テレビとかでもさ。はいはい、消えてるやん。はい。けどさ、消えないコツがあってさ。はい。やっぱそれって、やっぱ一発当てた後に、天群なんないことあると思うんだよね。間違、はいます。はい、なっとるやんけ。なってないっす。なってないっす。いいですか。な,な,なんでいつも思うんですけど、ドラゴン先生が指摘した時だけ。

こう世の中を席巻したわけじゃないですか,、はい、だかそこでなそのあと例えばコラボとかいっぱい来たし、はいはい、そのこうユースケ本田目当てのねやつらいっぱい寄ってきたと思うけどそこでさお前天狗になってんじゃん結局だって今まではさこういうのはかけてもらわなかったんやねうんまあそうですね,ね道端でも、はい、だってけどそれってやっぱ感謝せない観光店やんもちろんですだって興味を持って頂い,いてて別にさ向こうの数字がどうたらこうたって考える必要ないやんもちろんですお前器ちっちゃいなっていう。 だからそこで全部をな、はい、来る人たち、まあ、自分目当てやってその例えば再生数目当てお金目当て何でもいいやん、はい、でそういう人たちにもやっぱ自分がこうバズったやつを分けてあげようっていう、はい、お前はさなんかその自分に寄ってきているとか宝れてるって思うやん、はい、その視点がマイナスなのよすごい。あなるほどそこでプラスに捉えられたら一生大切にされるわけじゃん例えば林さんやって、はい、どっこいさんだって、はい、うまくいじりながら大切にしてくれる、はい、うまく数字伸ばしながら 大切にしてくれる、はい、けど、まずは素で、そうしちゃうよ。イラついて、僕は嘘つきたくないんですよね。嘘つきたくないけど、その嘘だって、もっとそれだったら、お前のさ、もとの本性がクソってことになっちゃう。本性がクソというか、やっぱりその、<laughs> 素直であれって言んですよね。大人の対応じゃなくて、もう素直であれって言んですよ。<laughs> まあ、僕正直、まあ、どっこいしょうえとは、そりが合わないというか。まあ、あのー、あんな仲良く、仲良くな、仲良くないです。だから、仲良くないのに。 じゃあ仲いいビジネス関係で握手としようと思ったんですよ10月末に頑張ろうかなと頑張ろうかなとかなって思って、えー、と林さんとドッコ甲将平のもとに行きましたで一回謝罪しましたでもやっぱりこう大人対応というか難しいその僕本性出ちゃうんでその素直に嫌いな人は嫌いってって出ちゃうんで変わってる人だから今までいろんな人に嫌われて生きてきたと思うんですね でまあ僕もそうだからわかるんですよ、はい、変わってると嫌われるんですよ日本って、はい、でそうなっていくと、はい、肯定してくれる人がいないからバリア張り始めると思うんですよで、はい、その結果林さんの優しさとか翔平さんの優しさとかに対してうがった見方をしていると思うんですね全ての発言をそう感じるんです僕は優しさだけど自分を守りたいから自分の心を守りたいから全部世の中の事情すべてに対してうがった見方をしている人だなっていうふうに見てますでも今回の 翔平さんとか林さんの優しさは優しさだってわかんないともう変われないですよ。本当に苦労してきたと思います。人生、はい、で悪いことをするつもりないのに、人に嫌われて生きてきたと思います。はい、まあ、そうですね。尖ってるからで承認欲求が爆発してるんだと思います。だから嬉しかったんだと思います。今回バズってあなた知ってる？どうこう声かけられて。でもその満たされた瞬間に。人生変えられゃったと思いますよ。 林さんとか翔平さんの優しさをそろそろうがった見方せずに素直に受け入れられないとやばいっすよだから林さんは優しい人だなっていうのは分かるんですもちろん今でも例えば僕がごめんなさい林さんこんなことしてしまってすみませんでしたってすれば許してくださる優しい方だとは思ってるんですけど、まあ、正直一人の人間その赤い人間が ちょっっとあま正直合わないなないいてう感じなんで、まあ、個別,で具,体個別で具体的なことはどうでもいいです全部世の中、はい、否定的な見方をして自分を肯定することなんて簡単なんですよ、はい、で僕らみたいに非常に嫌われてきた人間はそれがすごく得意なんですよそれをやめるチャンスですよってことをおっしゃってあの今申し上げてますせっかくバズって林さんと出会えて林さんみたいな仏の頃と出会えてそれをこういう形で返しちゃダメなんですよチームワークをもうちょっとこう違うよ違うんすか <laughs> ごめんなさいね、まあ自分で言うのもなんだけど僕結構優しい方だと思うんですよ。ですしかもとりあえず与えてそれでっていうタイプなんだけどそれでもこう分かってくれないと僕レベルでダメだったらもう誰とうまくやれるのっていう <laughs> 俺も僕の秘書から最新でちゃんとこうやって。 「キングのマンションいつ契約にします?」とか言ってこうやってまだ動いてるんですよ配信でほらここ今ねっそれは知らなかったす今すべきことはそういやだけどだけどそうでダメだったらもう本当なんか引き合いに出すの悪いけど岩井さん結構言うじゃんでも岩井さんちゃんと愛のある指導するでしょ結構どっこいさんもちゃんと言うよね言うタイプだけど言う方が優しい説あるよね まあだけどそれは本田さんには合わないと思ったから僕が登場したんだけど僕でもダメならどうすりゃいいんだよこれって思うよね正直ラ VS 志願者ぶつかり合う意見さすがの林もお手上げか膠着状態が続く中物語は中盤戦へと突入する で、忖度のじゃなくて、そうそう君何歳ですか。はい、あなた、何歳ですか。僕は四十四歳です。あ、その、まだまだ考えがあまりないですか。